ビンランド佐賀でキャラクターデザインと創作感をさせてもらってます阿比留隆彦です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最初に思ったのは、細部まで書き込まれているその説得力、はいはい、その重量感みたいなのをすごい感じて、そこにちゃんと剣のおもちゃじゃない剣とか人物が存在するっていうのを感じました。これをアニメ化するのって、まあ、できるのかっていう不安もありましたし、ただもともと書き込むのはすごい好きだったんで頑張ってやりたいなって思いました。一番大事なのはやっぱ原作の絵がそのままテレビに映し出されるっていうのが一番いいと思って、どこまでそこに迫れるかっていうのを、大事にしました。そうですね、初めての、キャラクターデザインだったんで、本当出し惜しみすることなく全力で取り組みたいって思いました。あとそうですね、原作もそうなんですけど、イットスタジオでヴィンランド・サガをやるっていう意味というか重圧もありますけど、まず背景がやっぱとても綺麗だっていうのもあるし、あと音楽で声優さんの芝居含め、あと色彩設計の色使いとかも含め、本当に最高級の素晴らしいものが揃っている中で、やっぱ作画をそれに負けないぐらい頑張らなきゃいけないっていうふうに強く思いまして、書けるだけ書き込む、池間先生と同じぐらい書き込む、はい、でやっぱアニメ化する上ではそれは難しいんですけど、はい、どこまで迫れるかっていうのがあったんで、まあ他のアニメーターさん作画のスタッフには嫌われても仕方ないっていう覚悟で挑みました。そうですね、池村先生からは一つだけ言われたことがありまして、それはメインキャラクターの、あのクヌート、クヌートは美しく描いてほしいっていう、もう本当その一言だけいただきました、はいはい、あとはもう自由にあの僕たちのやりたいことをやらせていただきました、はいはい、クヌートについてなんですけど、はい、木村先生から美しく描いてほしいっていうオーダーがありまして、はい、唯一クヌートだけあの髪の毛のを色トレス、ほうほう、実線ではなくて色のついた線で表現します。でやっぱそれで特別感というか美しさを出せたらいいなと思ってデザインしました、はい、時系列で話が進んでいくんですが、はいはい、メインとなる16歳のトルフィンの10年前が今描かれていると思うんですが、はい、10年前には出てこなかったアトリとかトリグリムっていう、はい、あのアシュラットの仲間がいるんですけど、それはオリジナルでデザインしました。1話の冒頭のヒョルンガバーグの海戦、これ、原作でもほんの一部だけ描かれてるんですけど、アニメの方ではオリジナルで、若い頃のトールズとトルケルが一緒に戦ってるっていう、なんかまあ贅沢な、ファンとしては多分面白いところだなって思ってて、その部分もそうなんですけど、作画スタッフとしては各アニメーターで携わってる作画監督それぞれの頑張りがあのすごい出てる話数だなって 1,2,3 と続けて、はい、でそこをやっぱ頑張ったとこなんで見ていただけると嬉しいです。 1,2,3 と放送されていろんな反響をいただいて手応えみたいなのも少し感じつつ、ただ上がったハードルはすごいプレッシャーというか感じています。でそれを最終話までどこまで下げずにやっていけるかっていうのが、はい、創作官、作画スタッフ、チームとして、挑戦する、頑張っていかなきゃいけないところだと思ってます、はい、はい、今日は本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。